皆さんこんにちは、岩永哲也です。今日は任天堂スイッチのモンスターハンターライズをやってみたいと思っております。よろしくお願いします。さあ、今高笑いをしておりました彼がご本人と言います。さて、今日はですね、どんなモンスターを狩るかというと、はい、雷神ナルハタタ姫でございます。お団子は催眠と大福、暴れ豆大福とお願いも練りでいきたいと思います。さあ、それでは行ってみましょう。雷神流ナルハタタ姫、風神流いぶしまきひこの対となる存在。これを打ち果たせば才華は絶たれるであろう。カムラの里の希望よ、お主の帰還を。さあ、出発です。虹色の玉取りを取りまして、強化薬を飲んでいきます。そしてこの時に僕はレベル2の貫通弾を使うのでね、弾を入れ替えました。さあ、到着です。最初に、かきれ虫は取っておいて、この方向を閃光玉でキャンセルしていきます。そして、レベル2の貫通弾をナルハタタ姫の光ってる部分に、雷が帯電してる部分になるべく当たるように打ち込んでいきます。ずっと打ち込んでるとね、そのうちこんな感じでダウンが取れますので、ダウン中は弱点部位が露出するので、そこに打ち込んでいきます。黄色い数字がね、弱点にちゃんと当たってるっていうことで、白い数字よりもちょっと高くなってますね。で、方向してくるかなと思って待ってましたが、まあ、閃光玉、もしここで方向してたら早めに投げますね。閃光玉で方向キャンセルします。さあ、走行してるうちに、また弱点部位が近づいてきたので、そこに打ち込んで、しまった。おっと、さあ、これで波竜砲が使えるようになったので、なるべくここに早く向かいまして、波竜砲を打ち込みます。この間に、まあ、ダメージ受けてたら回復したりとかね、弾を作ったりしますね。で、セカンドフェーズ始まりました。今度もね、ちょっと上に飛んだりしてるんですが、弱点を狙って、上から落ちてきた時にこういう角度で頭と腕の部分と同時に当たるような位置からね、打つといいかなと思います。貫通弾なのでダメージが増えるかなと思っております。さあ、この光線は避けまして、降りてきた位置で、この位置ですね、頭と腕とに同時にダメージを蓄積していきます。で、この背中が光って、バームクーヘンをね、たくさん出してくるんですけど、その時もチャンスなので、頭と腕と当たるような角度から打っていきまして、ダウンを取りまして、こうやって弱点部位に当てていきます。かけり虫の移動でね、攻撃力はもっと上げてもいいですね。さあ、起き上がってきました。で、またこれをしばらく繰り返していきますね。光線は避けて、降りてきたところをちょっとこう狭い場所に来ちゃいましたが、ちょっと打ち込んでいきます。はい。で、地面が盛り上がって、乗れなかったと。おっと、はいはい。で、ここでまた弱点部位に狙って、1000ダメージ出ましたね。打ち込んでいきます。はい。で、そのうちにもうすぐ終わりましたね。セカンドフェーズ終わりましたので、今度は流撃層かな、この準備にかかります。多分今のは早かったので、このタイミングで打てば当たりますね。で、ちょっと鬼神薬グレードでも飲んで攻撃力を上げました。そして、大砲が出てきますので、さっきのあのね、画面の割れ目のちょっと手前側で待機していると、ある一定のダメージを超えていると、おそらくここに大砲が出ることになると思うので、打てるだけ打ちますね。これをしなかったら結構ね、上から光線を打ってきたりする技を打たれるので、その分
時間が短縮できるし、 楽に刈れるかなと思います。はい、でファイナルフェーズもこんな感じでずっと当てていきますね。で最後は特にこの3段階目はナルハタタヒメがすごく動くんですよね、あっちこっちにバームクーヘン出しながら。なのでなるべく動かないようにこうやってなるべくダウンを重ねながら倒すのがいいかなって思ってます。あんまり動かさないように、早い段階でダウン取れるようにこのビカビカしている部分を狙っていきましょう。右上がね青くなってくれたのでもう少しって感じですね。はい、ダウンが取れました。これでまた弱点部位を狙っていきます。これで間に合うかな、もうちょっとかなという感じですね。さあ、間に合いませんでした。はい、でももう多分残り体力もわずかだと思うので、こうバームクーヘンに置けながら光ってる部分にね、ちょっとずつ上がっていって終わりました。お疲れ様でした。クエスト情報からタイムを見ることができます。4分56秒ですか。5分を切ることができました。おめでとうございます。そうね、その方向キャンセルの部分だったり、あとね、かけり虫で攻撃力もさらにアップして戦うことができるので、そういうところももっと工夫すると、タイムは縮まるんじゃないかなと思います。普段は僕はですね、狩猟笛で戦うことが多いですかね。狩猟笛をよく使うので、接近戦をやるんですが、このナルハタタヒメに関しては空を飛んでるんでね、なかなか近づくことができないんで、今回はライトボウガンを作ってやってみることにしました。こんな感じです。この2匹が僕のワンちゃんです。ご本人のワンちゃんはご本犬ですね。もう1匹はムカゴです。鬼滅の刃の鬼の名前をみんなにつけております。はい、それでは、装備の紹介をします。つけてるのはこういう装備でナルガクルーガのライトボウガンを使っております。お守りは弱点特攻レベル2で、スロットがレベル3とレベル1が1個ずつあるので、速射強化と反動軽減をつけております。こんな感じです。アイテムはこういう感じで使っておりました。強化薬と閃光玉ですね。今回は失敗しましたが閃光玉を投げてます。とレベル2とレベル1が速射できるので、これとあと合成できる貫きの実とか火薬庫などを持っております。お供の2人もですね、武器を持たせてまして、これですね、麻痺性の武器なのでナルハタタヒメがたまにしびれてくれるのでチャンスが増えますね。今回はなかったですかね。はい、こんな感じでございました。はい、それではご視聴ありがとうございました。またねー。